100号ではリアリフレクターとナンバープレートを取り付けます。今回付属するパーツです。最初にリアバンパー左右にパーツ01のリフレクターを2個それぞれはめ込みます。爪がリアバンパーにしっかりはまるように奥までしっかりはめ込んでください。ただあまり力を入れすぎると破損しやすいので注意してください。次にリアパネルにパーツ02のナンバープレートをピンの太さを確認してはめ込みます。もし緩い場合は接着してください。これで100号の作業は終了です。アッシャー。